はあ、なかなかいいですね、個室。はあ、これは4人ぐらい寝れる作りなんですかね。はは。綺麗です。いや、旅もね、ゆっくり休める環境がないとね、本当にいい場所行っても楽しめないんで、エンジョイできないんで、はい。いや、ゆっくりくつろぎたいと思います。ベルファストからリバプールまで日中のフェリーに乗っています。ステナライン、同じフェリー会社なんですけれども、まあ快適ですね。まあ、このコロナ禍の中で国境をまたぐっていうことがなかなか難しい状況ですよね。 PCR 検査、陰性証明を取ってっていう段階を踏まなきゃいけない中で、海外旅行、大変になってくると思うんですけれども、北アイルランドはイギリス領なので、まあ、国境パスポートが いらないですし、本当に、まあ、このロックダウン中ということもあってなかなか難しいのかなと思ったんですけど、意外とすんなりと何か質問されたりとか、警察に会うこともありましたけども、何かね言われたり、荷物チェックされたりとかそういうこともないですし、はい、非常にスムーズに出てベルファストに入ってベルファストを出ることができました。イギリスの移動っていうのは、まあ、やっぱり公共交通機関を使うのもちょっとはばかられるので、まあ、特に長距離移動の時は、まあ、今回は特に、レンタカーを借りたんですけども、まあ、スムーズでしたね。まあ、また自由に国境を越えて、行き来できる日が早く来ることを願ってますし、また直前でルールが変わるということも、ね、皆さんご存知の通りありますので、逐一チェックしていただければと思いますし、クレイジーニュースでは結構最新の情報を載っけていくようになると思いますので、皆さんに参考になるような情報も発信できるかと思いますので、フォローの方よろしくお願いします。それでは。ちょっと奥もご案内しましょうか。どうぞ。
theater. You believe I'm in cow? 最高の環境で船旅を楽しみますよ。Even the bowling pins. But don't freak out, everybody. What's the hoopla? The ball return won't return our ball. Brilliant.